ライダーご飯イエイ。はいどうも、今日は新宿区歌舞伎町に来てるんですけども、今日はなんと与論山具学校から木島です。よろしくお願いします。イエイ。これですね、初のコラボ企画ということで、若干普段より多く噛んでますけど、今日は2人で、はい、よろしくお願いします。はい、新宿今年ですね7月にオープンしたすごく有名なお店に行ってみたいと思います。レッツゴー。こちらじゃん、ラーメン王仙家、今年の7月にオープンしたということで、ちょっとねもういろいろ評判も立ってるんですよ。楽しみに来てみました。いいですか。白米あります。どうせですね。おはようございます。自分が特製ラーメン、大島さんも僕も特製ラーメンかぶりました。あとライス好きですよ。あ、ライスめちゃめちゃ楽しみです。実は今日初めてだったんですけど、履いてきた靴が被ってるの。びっくりしましたね。ナイキの靴が被ってる。こんなことってあるんだなってね。ちょっと俺も自分の白米行こうかな、ちょっと迷うな。行っちゃいましょうよ。行きます。コラボ、白米もコラボ。行っちゃいましょうよ。行きます。せっかくなんで。待ちましょう。お客さんすごい多いですね。そうですね、もう時間過ぎてますからね。お待ちします。あ、すいません。じゃあ来ました。行きましょう、行きましょう。いっちゃいました。いただきます。これ、うまい時って麺見ちゃいますね。一緒にする人も。しみが入ってるじゃないですか。これですね、うん、これですね、うん、すごいな、ね、これ2杯3杯出ていい。本当に重ねました。そうですよ、2杯いけますよね、これね。てか早くご飯が待たれる。ご飯見ながらいいなと思ってたんですけど。じゃあ、お酒にご飯いっちゃいます、うん、あー、全然気持ち悪い。どうぞ。おいしいな、ね、で、これレアチャーシュー行きました。行きました。やばくないですか。大丈夫です。すっごいうまい。なんかさっきからため息がちになっちゃう。これ本当たまんないですね。見た目もすごい美しいです。
綺麗な。見た目もめっちゃ綺麗ですね。この卵もいい予感しますよ。行ってみて。これいい予感しますよ。やばい。いい、すごい。なんか完全黄身も染みてますね。なんていうの、黄金、黄身が黄金、たまんない色っすね。このメンマ、これが2本入ってたところじゃない。2本ありがたいです。はい、いただきました。美味しかったですね。包み合っちゃった。今日初めてのコラボなんですけど、やっぱ隣で食べててうまいと思った瞬間ね、めちゃくちゃ伝わってくるんですよ。なんかね、出てました。ため息すごいついてて、出てました。自分もとかで二人ともすすってはっていうので、本当にこう染み渡る感じというか、スーッときましたね。本当待って、でここはなんか今年の7月にオープンして、新宿なんで林田さんの姉妹店らしいんですけど、噂を聞いてて、はいはいはい、ぜひ一緒に来てみたいと。地元、はい、今日初めてなんですよ。いいお店でした、本当に。うまいですよね。ありがとうございます。清潔感があって、あとやっぱ鯛のあらだし、金目鯛のあらで取ってるだしにほぐした何金あ鯛のほぐし身みたいな。鯛のほぐし身、正解です。ありがとうございます。鯛のほぐし身がね、ちょっとね溶け込んでるのスープに。よかったな。それとあのツルツルの麺と、あれ美味しかったな。チャーシューやばくないですか。チャーシューもやばいし、卵もやばいし。もう一杯食べます。行きます。ごめんなさい、今日やめときます。やめときます。行きたい。でも今度また行きましょうよ。ぜひぜひ。ここの店でもいいし、ぜひぜひよろしくお願いします。てかね、隣であの卵割った時の色やばかったんです。見ました、あの卵やばかったんですから。でご飯大正解。ご飯も頼んだ方がいいし、あと鯛茶漬けもあるから、今度行った時は鯛茶漬けもいいですね。皆さん、お客さんの8割方は鯛茶漬け頼まれてました。そう、リベンジまた行きましょう。ぜひ、はい、よろしくお願いします。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。今日は与論山具学校の岸間さんと一緒にお届けしました。ありがとうございました。ではでは、またバイバイ。